対戦でもゴールを決めていた平岡、今日も取りました。まだあるか、クロスが入ったか、シュート決まった。1ミロゴールです。手元の時計前半の2分、この立ち上がり攻め続けたガンバ大阪 U23 がまず先制点を取りました。さあ大竹短く繋いでワンツー、もう一度まだ繋いだ、さあチャンス、シュート決まった、ゴール。大竹龍斗が決めました。山口を選択するかどうするか、タッチでパスを回した、井出のシュート、決まった。同点に追いつきました。